私のチャンネルへようこそ JBN1View。 私たちはみんなで決めることを大切にしています。一人でも不満があるような進め方はしたくありません。キング&プリンスインタビュー、自分たちで選び決断する、そこには必ず責任が伴う、へいやとまるで完成したかのように語っていますけど、取材時はまだまだ制作中でこれからが大変。本来この5人って迷いがないタイプなんですよ。日々やらなければいけないことと向き合っているから迷う時間がもったいないっていうのもあって、例えばどの店から出前を取るか、何を食べるかとか決めるのも早い。永瀬、今日の昼食もその流れで中華料理になったんですけど、箸、届いた料理を見たらまさかの全員ホイコーロー、小騎士、話し合わずとも全員が同じ気分だったりすることも結構あって、普段は揉めたり意見が割れるってことがないんですけど、神宮寺、これが制作作業になるとそうもいかない。小趣味や好み、普段聴いている音楽も違う5人が揃っているからこそ意見を揃えるのが本当に大変で、かといって5人のうち誰かが納得していなかったり不満を抱えていたり、それはやっぱり嫌なんです。へいや、満場一致で賛成するように進めていかないと意味がないと思っているので、そこはもう悪知恵を働かせて、小全員に納得してもらうプレゼンテーションをいかにするか、その攻防戦が繰り広げられるっていう、自分たちで話し合い自分たちで決める、言葉にするのは簡単だけどそれを実現するのはとても大変なこと。それでも彼らはその大変な道を選び、前へ前へと歩き続ける。その理由を尋ねるとこんな答えが返ってきた。神宮寺、僕たちは自ら直談判してデビューしたグループなので、やっぱり責任は自分たちで負わなきゃいけないし、言ったからにはちゃんと形にしなければいけない。僕たちを信頼してくれる周りの人たちの思いに応える責任が僕たちにはある。騎士、だからこそジャニーさんの言葉を胸に自分たちが納得できるものをこれからも届け続けなきゃって。橋、それは大変だけど結果得るものもたくさんあるんです。自分たちで作り上げたものには強い達成感を感じるし、一つ一つの作品への愛情も大きくなるし、神宮寺、そして何よりメンバー間に深い絆が生まれるというか、日々話し合っている分お互いのことを理解している自信はかなりある。正直バラエティの立ち回りより打ち合わせの立ち回りの方が息が合っていたりするからね。そうだって、そっちの方が経験が圧倒的に多いから。忙しい毎日が続くと自分たちでやると言い出したことを後悔しそうになる時も、でもメンバーの顔を見るとすぐに思い直す。やっぱりこの歩み方で間違ってなかったんだって。この5人のあうんの呼吸も今までの歴史あってこそですからね。5人で考え話し合い歩む道は自分たちで決める。デビューしたその時からジャニーさんの言葉に背中を押されるように自分で考え動き貫くを実行。デビュー曲は200曲近くある候補の中からシンデレラガールを自分たちで選んだ。神宮寺、今も昔も僕たちは皆さんの手に触れるものほとんど全部をメンバーと話し合い、スタッフさんと協力しながら制作しているんです。楽曲やコンサートはもちろん、それこそ CD についてフルスリーブを決めるところまでちゃんと関わっているんですよ。橋、なので一個の作品を作るだけでめちゃくちゃ時間がかかるっていう。小永瀬、中でも僕たちが一番時間を割くのが話し合いで。神宮寺、例えばシングルを出すことが決まったら、まずは全員でどんなものにしたいかコンセプトを決めることからスタート。平野、それに沿った曲を集めていただき、大量にある候補の中からこの曲はいい、この曲は違うと選んでいく。まず1曲に絞るまでが大変なんだけど、決まった後はそこから音はこのままでいいのか、この曲だったらどんなパフォーマンスにするのか、振り付けは誰にお願いするのか、 MV は
衣装は、ジャケ写はどんなものにするのか。どんどん話し合い、形にしていく。騎士、デビュー当時より、話し合いの時間は増えるばかりで。白熱すると時間を忘れちゃうから。気づいたら日付が変わっていたなんてこともしょっちゅう。橋、この間も、ジンのドラマ撮影の空き時間を使って、リモートで打ち合わせしていたんだけど、神宮寺、途中で撮影が始まって、話し合いから抜けたんですよ。って、数時間後に結果を聞きたくて連絡したら、まだ続いているよ。って、翔。橋、ちなみにこれ、珍しいことじゃないですからね、翔。美はこのインタビューをした日は、アルバムメイドインの制作の真っただ中。まさに、日々濃い話し合いを重ねている、ところと語った、5人。騎士、今作も、例に漏れず、コンセプト決めから話し合いが始まって、今までずっと僕たちの中にあった、輪に挑戦したい、という思いを、形にすることに。永瀬、アルバムタイトルも実はメイドインジャパンから来ているんです。ただ、そのタイトルにすると表現する世界が狭まってしまうから。だったら、ジャパンを取って、メイドインにしようって。メイドインジョニースバープもいいし、メイドインキング&プリンスバープもいい。後ろに続く言葉はアルバムを手に取った人たちに決めて楽しんでもらおうって。想像してもらう余白を残したんだよね。ジャケット撮影では巨大なのれんを特注で制作。騎士、のれんもみんなで話し合う中で出てきたアイデアなんです。神宮寺、世の中にはのれん分けという言葉があったり、舞台の楽屋にかける楽屋のれんは先輩やお世話になった方々に作ってもらうことが縁起が良いとされていたり、のれんには継承という意味があるらしいんですよ。橋、どこで何から作られているのか、表紙メイドインと誰かから何かを受け継ぐ継承は意味は違うけどどこか通ずる言葉だよねって、それがジャケ写のイメージにつながっていったんだよね。 Go Beyond 俺たちを超えるための選択、自分たちで考え話し合い、全員が納得する道を探して進む、他の誰でもなく自分たちで選び決断することを大切にしてきた。5人が歩んだ選択の歴史、そして物事を選ぶときに大切にしていること、キング&プリンスを5選んだ自分たちらしい歩み方と美学、全員で決めるを大事にしてきた彼らだからこそ語れる、グループとしての選択、選んだ先の覚悟のありかとは、2022年モア7月号掲載企画からインタビュー記事をお届けします。2018年デビューの国民的アイドルグループ、メンバー自身も新しい僕らを見せられると思う、と語る新作アルバム、メイドインが6月29日にリリース予定。グループ初の冠番組、キング&プリンスル、もお見逃しなく。キング&プリンスインタビュー、ジャニーさんにデビューしたい、と直談判したあの日から、僕たちは自分たちで選び決断することを大切にしてきた。神宮寺、師匠からデビューについて相談された日のことは今でもよく覚えている。ジャニーさんに直談判しに行こうってみんなに話そうと思っているんだけど、ジンはどう思う？で、確か車の中で二人きりになった時に言われたんだよね。最初は驚いたけど、仕様が真剣なのはすぐに分かったから、僕は少し考えていったんです。話した方がいいと思う。みんなでちゃんと話し合おう。で、ジャニー社長に全員でこのメンバーでデビューしたいと直談判したのは有名な話。このエピソードからも伝わるように、キング&プリンスを自分たちで考え選ぶことを大切にしてきたグループだ。5月23日にデビュー5年目を迎えた今年は、彼らの夢でもあったドームツアーを敢行。初のレギュラー冠番組もスタート。その勢いは増すばかりだ。だが、彼らが活躍するのは華やかな表舞台だけではない。その裏側ではグループとして発表するほとんどの作品の制作に参加。どんなに多忙でも他人任せにせず、ちゃんと納得できる作品を、と毎回スタッフとの話し合いを重ねながら作品を作り上げている。
平野、僕たちが自分たちで選択するようになったのは、やっぱりジャニーさんからの言葉が大きいのかな。僕たちは自分のやりたいことを考えなさい、それを行動に移しなさい、その思いを貫きなさい、と言われ育てられたんです。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。